楽ウマクッキング。今日は時間がなくても大丈夫、アイデアがあればでおなじみ、料理教室キッチンスタジオマムで活躍中、忙しい主婦の味方、川添貴子さんの登場です。川添さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週はみんなでワイワイパーティーメニューというテーマでお送りしています。はい、今日はこちらを作ります。ゴロゴロミートボールのショートパスタ。まあ、パーティーにはもってこいですね。お子さんも大好きですし、そうですね、あとはちょっと今日このミートボールに一工夫してあるんですよね。そうですね、はい、これの面白い裏技になってますので、はい、ぜひ皆さんね、参考にしてください。はい、さあ、それでは早速クッキングスタートです。はいはい、まずね、材料からね、説明していきますね。はい、これはみじん切りにしてあるのはソーセージなんですけども、これ 2,3 本、約、ね、50g ぐらいです。はい、みじん切りにしておいてください。はい、これが今日ミートボールに入るんですね。そうなんですね。はいはい、そしたら玉ねぎなんですけども、4分の1個分、これをみじん切りにしてあります。はいはい、でこれはこれにですね、これバターなんです。このバターを4分の1個の玉ねぎのみじん切りにバター 5g を乗せま す。そしてね、ここに、ね、ラップをします。はい、ふんわりとラップをかけ て、それでこれで電子レンジで600ワット、そうですね、1分20秒ぐらい加熱してください。600ワットで1分20、はい、加熱してで冷ますわけですね。冷ましてくださいね。で冷ましたものがこちらになります。はい、もうあのだいぶ透明になってね、しんなりしてますね。玉ねぎの甘みも出ていると思います。はいね、これ置いておきますね。はい、そしてね、これ次パン粉です。そしてこれはね、牛乳です。パン粉大さじ3の中にね、牛乳を入れて、大さじに牛乳が入って、はい、でパン粉をちょっと、ね、ふやかしておきますね。ちょっとこっちを置いておきます。はい、そしてマッシュルームなんですけども、1パックなんですけども、あの2つぐらいに切ってあります。はい、あのミートボールがゴロゴロなので割に大きめに切ってください。汁も存在感がある方がいいですね。はい、はい、じゃあ次ね、ひき肉こねていきます。これ合いびきミンチ今日用意しました。でこの中に、ね、塩入れますね。 150g の合いびきミンチに塩コショウです。はい、でコショウも入れます。で下味をつけて、つけてからこれで練っていきますね。はい、よいしょ、これでね、ちょっと粘りが出るというかね、はい、あのこうひとまとまりぐらいになるようにね、練っていきますね。ミンチはやっぱり合いびきがおすすめですか。そうですね、うん、合いびきがいいですね。はい、でも、まあ、あのお家にね、もし何かあれば、あの豚でも鶏でもいいとは思います。はい、はい、でしっかりとこねていくわけですね。うん、こねますね。はい、でもうちょっとね、ミンチのね、バラバラがなくなってきたでしょ。そしてね、粒だったものが、ね、境目がなくなって、でここにちょっと、ね、あの白いのがつくようになるんですね。その油みたいなのがね。あ、油がだんだん出てくるわけですね。ちょっとボールが白くなってきてますもんね。はい、でこうなればいいと思います。あとね、こちらの方に、すみません、十分なる、はいはい、ソーセージの方入れていただけますか。はい、わかりました。はい、お願いします。ここにそうなんですよ、ソーセージのみじん切りが入るんですね。ミートボールにソーセージ、はい、でね、これが今日のマーザーになります。こんな風にお肉だけじゃなくてね、ソーセージで溶くとね、なんかこう風味がアップしますね。うん、でこのソーセージ独特の風味がありますのでね、それがもう旨味にもつながりますのでね、ミートボール自体に旨味を与えてくれるんですね。うん、もしあのなければな、ハムなんかでもいいと思いますよ。じゃあちょっと余ったハムとかソーセージを入れるという、うん、そうです、うん、お弁当の残りなんかね、入れられたらいいと、ね、このテクニックいいですね。うん、思います。はい、はい、次にですね、はい、先ほど他のものどんどん入れていきますね。入れてください。玉ねぎですね。はい、はい、これ入れてください。はい、はい、玉ねぎはしっかり加熱した後冷ましといてくださいね。はい、そうですと甘みも出ますのでね。はい、はい、じゃ次にここに、はいはい、溶き卵です。2分の1個分入ります。はい、はい、そしてパン粉ですね。ふやかしておいた、ふやかしたものを入れてください。はい、入れてください。はいですね。はい、そしてこれ全体がね、はい、混ざるようにちょっと練っていきますね。これミートボールなのでね、はい、あのせっかくのクリスマスも控えているので、ね、子供さんとね、うん、一緒にするのも楽しいかと思いますよ。まあ、作業的にも作りやすいですよね。うん、そうなんです。子供でもできるというかね、うん、しっかり混ぜて丸めてねというね。そうです、そうです。はい、これぐらいでいいですね。じゃあこれね、丸めていきますね。はい、これ8等分にしたいので、まずここを平らにしてですね、で分けていきますね。はい、ぐらいかな、半分、4分の1、うん、で、でこれのでその4分の1の半分を取ればちょうど8等分、うん、はい、そうですね、これもう少しかな。これもね、もう子供が好きな作業だと思いますよ。うん、その丸めるっていうのはやっぱりね、子供がね、好きなのでね。これ今やっぱりちょっと空気は抜いてるわけですか。そうですね、うん、で、こうお団子です。あとはこんな風にお団子にして、これで8つにね、まとめてください。はい、ゴルフボールぐらいの大きさですね。そうですね、はい、はい、じゃあこれもいいですね。はい、はい、私はちょっとこうやってやっておきますね。はい、
はい、では綺麗なミートボールができました、うん、ミートボールですね、はい、これ焼いていきますね。それでは焼きに入りましょう。フライパンの方に行きます。はい、フライパンの方なんですけども、はい、もうなんかしっかり温まってますね。若干油温めすぎたような気がしますね。大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあ入れていきますね。一瞬煙のようなものを見えた気がしたんですが。大丈夫です。いきますか、はい、うん、大丈夫でしょう。はい、気をつけてください、はい、でもやっぱりね、その焦げ目で少しつけるんで、ここは火通すって言われて焦げ目つけるんですよね、はい、やっぱりこの後煮込んでいくわけですから、うん、そうなんです。焼き色、焦げ目でいいわけですね。そうなんです、うん、でこんな風にね、焦げ目つけておくとね、やっぱり焦げ目がね、美味しさにつながりますのでね、香ばしさが出てきますのでね、うん、いいと思います。じゃあこれで焼いていきますね。なのでもう全体に焦げ目がつけばもうここは大丈夫ですので、ね、はい、いい香りがしてきましたね。いいでしょ、うん、ね、これね、ソーセージの匂いなんですよね。もう焦げ、いい焦げ目がつけましたでしょ、はい、うん、大丈夫です、はい、ね、ね、ちょっとね、普通のハンバーグとは違いますよね。そうですね、うん、やっぱりあとあれだけフライパンを熱してると焦げ目がつくのが早いですね。早いです、早いです、うん、いいですね、はい、ここはね、本当にしっかり焦げ目つけてください。はい、これでもう周りをちょっと固めていく感じですね。そうです、そうです、うん、あの煮崩れもね、少なくなるのでね、うん、いいと思います。いいですね、もう今持ってね、いけましたね。そしたらちょっとこれを端に寄ってもらいますね、はい、で、ここにですね、ニンニクありますよね。ニンニクのみじん切りです。はい、ニンニクのみじん切りを入れてください。さあ、ここからソースに変わっていきます。はい、ニンニクのみじん切り1/2カップ分、はい、そしてこれマッシュルームですね。はい、で切っておいたマッシュルームがここに入ります。空いたところで炒めていきますね。ちょっとマッシュルームも煮込んでいきますので、この分にね、油がね、回ればいいと思います。いいですね、こんな風に油が回ったら、あとこうそーっとね、まだ柔らかいですのでね、はい、そーっとミートボールと一緒にしてください。ちょっとミートボールの柔らかさに気をつけながら炒めた方がいいわけですね。はいはい、あ、マッシュルームにちょっと油が行き渡った感じですね、うん、です、はい、そしたらね、もうここで煮込んでいくのでね、ソースの方を入れていきましょう、はい、じゃ順番に入れていきます。はい、お願いします。こちらはハットトマト缶、はい、1/2缶分です。そうです、はい、でね、これブイヨンキューブね、はい、入れてくださいね。ブイヨンキューブで、はい、でケチャップが少し入りますね。ケチャップも入るんですね、うん、少しね、甘みがあった方が美味しいのでね、はい、ケチャップ入れます。大さじ1です、はい、そしてこれね、お塩、はい、少し、ね、入れておきますね。ちょっとだけお塩が少しだけ、小さじ1/8です、はい、でこの上の方からね、水の方を入れてください。はい、はい、はい、ここ溶かすように、ね、お水が 60ml、はい、そしてこれ赤ワインが 40ml、はい、でこれで火を強められてね、はい、あ、それではローリエの葉っぱね、はい、これ入れてくださいね。香りがいいのでね、はい、でこのままですね、うん、よいしょ、アクが出てくると思うので、はい、ね、こんな風に、そうですね、火加減としてはね、あの煮立ったらもう中火の弱めぐらいでグツグツグツという感じでね、中火の弱め、うん、はい、煮立つまでね、煮立つとやっぱり少しアクが出てきますのでね、このアクを取りながらいいと、でいいと思います。ですね、これちょっとアクが出てきたのでね、こんな風に、ちょうどソースの量もあれですね、うん、ミートボールが浸かるぐらいで、そうなんですよ、うん、はい、いいと思います。これグツグツって出てきたらもうこれ中火の弱めにしてね、このままですね、はい、そうですね、15分ほど煮てくださいね。でも煮るんですけども、うん、これは蓋をしないで煮てくださいね。蓋せずに15分、うん、そうなんです。これはどうしてかというと、あの蓋なしの方がね、こう上がりますよね、蒸気で、はい、そうするとあのここのソースがね、濃縮するんですよね。で、旨味がやっぱりグッと出てきますのでね。じゃあ少しソースを煮詰めていきたいわけですね、うん、ですここでね、うん、そうなんです。で、これちょっとやっぱりちょっと皮が出てますので、時々こんな風にひっくり返しながらね、はい、こんな感じでちょっと少なくなるまで煮詰めていってください、はい、15分煮詰めます、はい、煮詰めたものがこちらになります。いきますね、はい、はい、こんな風に煮詰めてますね、はい、だいぶ減りました ね。じゃあいいですね。じゃあここでパスタ入れていきたいんですけども、うん、これもちょうど茹で上がりました、はい、今日ねペンネ用意しました。ショートパスタですね、うん、お好みのものでいいんですけどもね、はい、いろいろね、まあ、好みのものいいんですけど、まあ、塩加減なんですけども、はい、これ今日 1.5 リットル入ってますので 1%、 15グラム塩が入ってます。パスタを茹でるときは基本ですね、うん、です、お湯の 1%、 でこれ、うん、よく水気を切ってこの中に入れていきますね、はい、入れたらちょっとこれね混ぜましょう。これはやっぱりスパゲッティよりもショートパスタがおすすめですか。そうですね、うん、あの食べやすいですよね。で、みんなでワイワイするのはやっぱり これぐらいの短い方がいいとは思います。いろんな形のものもありますしね、うん、そうです、そうです、蝶々みたいな形も ね、アルファレっていうのもありますのでね、はい、
じゃあこれでちょっとね1分からそうですね2分ぐらい煮込んでいきましょう。はい、でこの間にですね、はい、一つねこれパセリなんです。今日は上にパセリを散らします。こんな風にあの葉っぱだけにしてます。軸は切ってありますね。そうです。でこれをこういうあのちょっとコップに入れて、はい、ハサミキッチンバサミで計量カップとかこういうコップ状のものに入れて、うん、中にジョキジョキジョキその中でハサミで切っていくと、そうするとパセリのみじん切りができます。まな板使わない。でこれ楽技です。まな板使うと、まな板使うと大変ですよね、あとがね、うん、でこのままねあの使いすぐ使えるし、あの保存もできるのだね。あのまな板が汚れるだけじゃなくてみじん切りを集めるのが大変ですよね。大変でしょ、うん、そうなんですよ、よくご存知ね。はい、それがこうすることによってアイディアですね。うん、でこれでもうねみじん切りできました。はい、はい、じゃあねパスタの方もちょうどいいと思います。はい、では盛り付けていきましょう。はい、いいですね、美味しそうにできてます。ミートボールがね、うん、ゴロゴロしてるのがね、いいですよね。いいですね、華やかですね。ね、はい。はい。でも少しつけましょう。はい。でついて。これを置いて、そしてね、はい、ここへね粉チーズ、まあお好みなんですけどね、粉チーズ少しかけられるとね合いますね、うん、いいと思います。はい、で先ほどのみじん切りのパセリですね、はい、風に散らされるといいと思います。はい、出来上がりました。はい、こちらでゴロゴロミートボールのショートパスタ完成です。今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。ミートボールにソーセージのみじん切りを練り込んで旨味がアップするんですね。歯ごたえも楽しめます。トマトソースは蓋なしで煮詰めて旨味を凝縮させました。トッピングで散らすパセリのみじん切り、この裏技はハサミを使って楽ちんな裏技ですね。まな板が汚れないのも嬉しいです。ミートボールにパスタ、ウキウキメニューのダブルパンチです。ホームパーティー見栄えも味も太鼓判の一品です。ぜひ皆さんも作ってみてください。さあ、それではパーティー大好き先生さん、お召し上がりください。はい、ありがとうございます。いただきます。はい、どうぞ。いいですね、本当にゴロゴロ。どうしよう。ミートボールいきますか、やっぱり。お肉ですね、はい、うん。パスタと一緒に。パスタとミートボール同時に。うん、うん。あ、大好きな味です。よかったです。おいしい。うん、合いますね。またしっかりお肉を食べてる感があってありますね、うん、あのソーセージが入ってるのは結構はっきり分かりますよね。分かります分かります。食感がいい、うん、風味もねちょっとソーセージの上がってきますよね、うんうん、やっぱりこういう時にパセリってやっぱり刻んだパセリの香りって違いますね。違います。うん、もうふわって香る、楽にできるのでね、うんはい、本当ハムとかソーセージとかベーコンとか余ってるものをちょっと入れるだけで、ね、全然違うんですよね。違ってきますのでね、はい、ぜひ皆さんも参考にしてください、うんはい。さあ、明日は野菜ソムリエの花江さんに炊飯器で簡単パエリア風ご飯を教えてもらいます。こちらもお楽しみに。川添さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。